河合貞則は、江戸時代中期の前橋藩、姫路藩あろう。前橋藩坂井家家臣、河井明久氏の子として生まれ、藩主、坂井忠隆に、六高戦国の家老として仕える。河井家は、河井宗有が、徳川家康に仕え、永六四年に、坂井正隆に付属せられて、以来代々坂井家の家老を務める家柄であった。坂井家は、 財政難のために、利根川の反乱で荒廃し、実らかに乏しい前橋城から、豊かな多領への天保を拡作したが、定則は、前橋城は、真区により、永代この城を守護すべしとの主因城まで付された、城地である、坂井家が、家康公より任された幼少の地を捨てるのは不中で、あると大反対した。寛延二年、家老、本田光明やように犬塚また、うちが、 幕府側要人、大岡忠光ら幕閣への工作を行い、姫路への転法に成功した。貞則も、藩士中京の説得で了承し、先立って、姫路に向かい転法の準備に当たった。同年7月大雨により船場川が決壊し、姫路城下を洪水が襲う事態となったため、独断で避難民を城内に収容。米蔵から備蓄米を被災者に与えた。歓迎に四年転覆や、 災害の後始末を終え、7月10日後明とまた、内を自邸に招き、二人を殺害した上で自害した。去年46。河池は、お家断絶となり、母や妻子は、実邸の松下高通りに引き取られた。法暦5年、貞則の功績や由緒ある家柄が考慮されて、次男の宗美が30人タスクで召し出され、後に累進して安永7年には、 九六の戦国に服し、過労となる。宗儀の指導心は過労として犯罪性を再建し、先祖の性の可愛に服することを許された。ありがとうございます。